この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。バイクって危険じゃないですか？だから私は大阪で一番卒業生が多い八重の里ドライビングスクールで免許を取ります。正しく楽しいバイクライフ始めます。船に泊まろう。忙しい人もそうでない人も九州往復1万円ちょっと。ゆったり移動でゆっくり睡眠、たっぷり楽しむ九州へ。サンフラワーの弾丸フェリー。裏山が行く静岡県ツーリング完結編。静岡ツーリング後半は浜松市を走ります。ルート設定はコンパクトながらも浜松の魅力をギュギュッと凝縮してお届けします。じゃあ今から行くところはですね、静岡県にあります航空自衛隊浜松基地広報館エアーパークといいまして、自衛隊基地の中にある航空機とかがね展示されている広報館なんですよ。でそこのねところでなんといっても目玉なのが実際に乗り込めるという素晴らしいところ。もうねそれがワクワクが止まらない。もうだってバイク好きやん、もう乗り物好きやん、そしたらもう絶対航空とかそっちも好きやん、絶対楽しいはず。スタート地点から目的地までは北へおよそ8キロ。完璧な青空にテンションが上がり気味ですが、落ち着いてのんびり行きましょう。あ、浜松基地、イエーイ、浜松エアベース。なんだあの丸いの、ゴルフボール？なんか巨人のゴルフボールみたいなのがある。お、見えました、航空自衛隊広報館のあと 2.3 キロやな、あの字は。やってきたのは自衛隊浜松基地内にあるエアーパーク。ちなみに浜松基地は航空自衛隊発祥の地と言われる伝統ある基地なんです。こんにちは。それではここからは江口さんにご案内していただきたいと思います。江口です、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こちらの展示格納庫はですね、はい、航空自衛隊で実際に使われた飛行機が展示されております。実際に使われた、はい、ってことは本物ですか？本物です。すごい、本物ですって。まず最初はどちらからご案内していただけますか？はい、ではまず最初にフライトスーツに着替えませんか？フライトスーツ、はい、着替えれるんですって。なぜかファッションショーが始まっていますが、展示格納庫では航空自衛隊のパイロットが使用しているフライトスーツとレプリカヘルメットの体験試着ができます。やけに決まってます。フライトスーツに着替えたところで展示を見ていきましょう。ご覧になってください。ゼロ戦。ゼロ戦、はい、ゼロ戦の52型というものですね。グアム島で発見されて、はい、岐阜基地にあったんですけど、こちらの浜松に移管されたと。ちょうどこれ実際にそのグアムの時には戦闘で使っていて、そういうことです。で今こちらに、今こちらに、はい、すごいな、歴史の詰まり方。救難のために使われていたヘリコプターで。救難のヘリコプター、はい、なんかこれよく映画であるやつじゃないですか。なんかこう降りていくじゃないですか、どんどんなんかみんなが飛び降りて、それで飛び降りてこうパラシュートシューッつってシューッつって、そういう感じですよねこれ。そして展示格納庫の目玉は何といっても実物の機体に乗り込めること。使い込まれてる。うーわー、なんでこんなにいっぱいメーターがあるん、すごい、見てください、これ。わからん。本物の迫力に圧倒される裏絵な。
係員の方がとても丁寧な解説をしてくれるので、すっかりパイロット気分に。言葉にならんぐらいちょっと感動してます今。最後に向かったのはフライトシミュレーター。操縦のレクチャーを受けていざ空へ。はい、エンジン点火。ちょっと待って、あの人あれ敵、あれ敵、右に右に旋回。あああっちに行ってもうた。どこどこ、撃った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 。あーもうとりあえずミサイル撃っとくか。あーあー終わった任務完了です。航空自衛隊唯一のテーマパークにはここにしかない体験が盛りだくさん。エアーパークおすすめです。バイクライフ向上宣言、二輪館ならあらゆるバイクスタイルに豊富な品揃え。イベントも盛りだくさん。車検もメンテもあなたのバイクライフを徹底サポート。ライダーズスタンド二輪館。せーの、リリンク開始。この曲いいよね、大好き。ピーコムで楽しさ広がるサインハウス。朝から航空自衛隊のねエアパークで楽しいんで、もうほんとねお腹ペッコペコ。そして浜松市といえば、そう、うなぎです。もうね静岡県浜松市うなぎしかないでしょ。もう私ねうなぎ本当に大好きで、もうついにご当地本場の浜松うなぎが食べれるっていうのはもう最高としか言いようがない。もうワクワクの頂点来てます。ワクワクの頂点うなぎをいただくお店はうなぎ食事処浜の木。エアーパークからはおよそ10キロ、浜名湖に面した温泉地寒山寺温泉にあります。さあ寒山寺温泉です。目的のお店はもうすぐ。わ、もううなぎ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 にょろにょろうなぎ、うなぎを食べてうなじゅう。あ、いい香りいい香り。こちらですかね。お、到着です。うなぎの浜の木さん、よいしょ、到着です。静岡ツーリング2日目の昼食はうだえな待望のうなぎ。うなぎ食事処浜の木でいただきます。浜の木のうなぎは白焼きした後一度蒸し、タレをつけて焼き上げる関東風。余分な脂が落ち、ふっくら蒸されたうなぎと甘さ控えめであっさりとしたタレの相性は言うまでもありません。合わせるお米は銘柄にこだわらず、その年ごとにうなぎに一番合うものを厳選。大きなうなぎがドドンと乗ったうな丼、いただきましょう。いただきます。ビビーよく香ばしくほんと焼かれとる。なのにね、めっちゃふわふわなんよ。で、タレは甘すぎない感じです。こちらね、うなぎは関東風なのでタレがくどくないです。さっぱりほんとしてます。その分やっぱりこのうなぎの香ばしさとか美味しさがね、より引き立ちます。美味しい。やっぱこの景色を見ながらね、やっぱ食べるっていうのが最高ですね。うん。浜名湖の景色と絶品うなぎが一度に楽しめるうなぎ食事処浜の木、おすすめです。さあそれではね、今回の静岡ツーリング最終目的地龍河市道に今から向かいます。
龍ヶ岩洞は東海地区最大級の鍾乳洞ということで、まあ、どういう感じかちょっと楽しみですよね。いい眺めだ。あ、はい、出ました、龍ヶ岩洞右、神秘の大鍾乳洞龍ヶ岩洞入り口。お、上に龍ヶ岩洞って書いてある。ここかな、駐車場。龍ヶ岩洞到着です。さあ、龍ヶ岩洞に到着いたしました。うわ、見てください、龍があそこにいます。しかも目が光って、しかもなんか出してますね、煙みたいなのも。龍ヶ岩洞は2億5000万年前の石灰岩地帯に形成された総延長1000メートルを超える東海地方最大級の観光鍾乳洞。そのうちの400メートルが一般公開されていて、中の気温は年間を通して18度と快適。ところどころね、あ、これが本当ワニの岩、ワニに見えるね、確かに言われてみれば。ここも面白いよ、これマーキのぐらいの眺めですね、これ。すごい、これだってこうやって歩きたいのに、なんか錯覚でこうやって歩いてしまいそうな感じ、こうやって。わかりますか、これ。龍ヶ岩洞最大の見どころといわれる鳳凰の間へ。うーわー、伝説上の鳥鳳凰が羽を広げたかのような造形がその名の由来。ここでは10種類以上の鍾乳石を一度に観察することができます。複雑すぎる、体内って感じ、すごい幻想的。入り口まではちょっと不思議な世界観、しかし中に入れば自然の造形美と迫力に圧倒される龍ヶ岩洞でした。ツーリングの未公開シーンやお得な情報満載のフルバージョンはレッドバロンツーリングナビで公開中。気になる人は今すぐアクセス。続く長い人生をお前と走る、いつまでもそばで